ではまずは、はい、ビフォアの状態がどんな色とか、うん、ダメージ具合とかどんな状態だったか教えてください。ビフォアの状態はアンダーのまあハイライトも毛先だけになっていて、で全体的に少しこう色がかぶりすぎているような状態で、まあコントラストがあまりこうない状態になっていました。でベースカラーもそうですけれども色味がしっかり落ちてしまって、ややこうブラウン味が結構強い感じになっているのが特徴的でした。はい、そこからどういうふうにカラーをしたんでしょうか。はい、まずハイライトの部分を、毛先だけだったのを根元付近に、上げて、で入ってる色味自体を、まあ、夏っていうのもあるんで、まあ、コントラストをこうちょっと強めに出すためにあえて色をちょっと、外すのと、上の根元付近に向かってハイライトを、まあ、伸ばすっていうところを、させていただいて、まあ、色の差がしっかりこう出るように、ハイライトの方を一回、施術します。でアンダーのセクションの部分はどちらかっていうと、スライシングをメインで使ってハイライトが強めに出る、ちょっとまあインナーカラーっぽいハイライトを入れているっていう部分、そこの部分と、あと表面の方に、レイヤーであったりとか、まあ、ウルフであったりとかそういったっていう要素を取り入れて、いるベースになっているので、そこの部分にハイライトをプラスすることによってそのレイヤー感がよりこう引き立ってくるというような形の、カラーリングに今回させていただきました。